こんにちは、チョメです。オリオンと青、クイリッチのサイドクエストやっていきます。チョメ、機嫌がいいみたいだな。もちろんだよ、マダム・フーチが試合に出てもいいって言ってくれたんだ。ずっと背負ってたものがなくてすっきりしたよ。スリダリンとちゃんと協力できたのは本当に運が良かったと思う。運なんかじゃないよ、君とスカイがあの極秘試合をするために強いリーダーシップを見せてくれたからだ。それにあの極秘試合ではできなかったけど計画はうまくいった。君のおかげでチームは難しい試練を乗り越えることができたよ。そうかもしれないけど、君が審判として参加してくれるのをすごく楽しみにしてたんだ。ああ、僕も残念だ。新しい形でバランスを使ってみたかったんだけど。チャンスを逃しちゃったな、オリオン。僕はとりあえずまた君がクイディッチのピッチに立ってる姿を見れればいいって思ってた。君の情熱を取り戻すための一歩としてぴったりだろうって思ったんだ。その一歩は踏み出せたかもしれないよ、チョメ。審判はできなかったけど、クイディッチという環境にまた身を置くことができたから。それを聞いてほっとしたよ、オリオン。みんな、早く君に戻ってきてほしいって思ってるんだ。もう少し時間をくれ、チョメ。君たちも試合に出られるようになった今、僕の情熱を取り戻すよりもやらなきゃいけないことがあるはずだ。そうだな、グリフィンドールとの試合で勝てるように準備しないと。出場停止を取り下げてもらえたから、ようやくクイディッチ杯に向けて練習に打ち込むことができる。うん、頑張ってくれ、チョメ。君とスカイならチームを正しく導けるってことが今回のことでよく分かったから安心して見てられるよ。君にそう言ってもらえるなんて嬉しいよ、オリオン。だけど、出場停止を取り下げてもらうのと、クイディッチ杯に勝つのでは求められるリーダーシップが全然違う気がする。それは否定しない。だけど、どんな挑戦でもそれに打ち勝つ能力っていうのはやっぱり根本が同じなんだ。バランスだよ。それじゃあバランスにはもう一度焦点を置けば試合に勝つっていう挑戦にも打ち勝つことができるかもしれないな。その通りだ。放棄バランスの練習をすれば自分のバランスを見直すことができるだろう。よし、それじゃあ次の練習をするよ。1時間星1個で合格。オリオンとバランスを見つける。なんかいいね、すごく体でバランスを感じ取るんだ。君はほうきじゃなくてもバランスを取れるのか、オリオン。雑念を振り払って心を解放するんだ。障害を一つ乗り越えても新しい障害を姿を現すかもしれない。そうですよね。情熱は大事だ。軽んじるのは良くない。チームがバランスの取れた状態で次の試合に臨んでくれることをいいんだけど。あれは極意試合のために用意したゴールポストの一部か。真のバランスは大事な。あれは極意試合に用意した。じゃあこんな感じでやっていきます。もう星1だからもうすぐサクサク上がるね。はい、連打しよう。はい、最後はオリオンをタップしてクリアと。カエルチョコのやつ手に入ったら嬉しいんだけど。おお、ボーナス、カエルチョコが手に入りました。左上、寮の得点も入ってますね。寮の誇りゲット。ほうきバランスの練習をしたな。気分はどうだ、チョメ。またほうきに乗って頭をすっきりさせられたから気分がいいよ。だけど僕なんかじゃまだまだ君には及ばないな、オリオン。それは仕方ないよ。真のバランスを見つけるのは簡単じゃない。僕だってまだ完全に見つけられてないんだ。どうすれば見つけられるようになる。スポーツ選手がバランスを見つけるには3つの要素を育む必要がある。心と体と情熱だ。心と体と情熱、どれも大事そうだな。大事なだけじゃない、不可欠なんだ。どうすればこの要素を育むことができる。方法はいろいろ考えられるよ。一つは決まったやり方じゃないとダメっていうことは全くない。というかチームのリーダーとしてみんなで一緒にどういう道を進むのか決めるのは君自身だ。だけどどこから始めたらいいのかさえもわからないよ。自分自身から始めればいい、チョメ。君はこの3つのうちどれを一番育めてると思う。私わかんないけどね。これも心が一番大事だと思うんだよね。僕は心を一番、育めてはないけどね、育みたいと思ってる。クイディッチの戦略は君からすごく教わったもんな。一番大事だよね、ほんと気持ちがね。ああ、そうだったな、チョメ。それじゃあ君のその心を信じて進んでいけばいい。うん、そうするよ。私どれも持ってないんだよな、多分。ちゃんと皆を引っ張っていけるといいんだけど。チョメ、君が一人じゃないってことを忘れるな。君がチームを支えるようにチームも君を支えてくれてる。うん、その通りだな、オリオン。練習の前にスカイノと子供を話すよ。じゃあスカイのところに行ってきましょう。
クイディッチの練習に参加する、チームはまた試合に出られるってすごく喜んでるわ。練習も大事だけど今はその喜びに浸らせてあげましょう。3時間待ちになりました。おまけカエルチョコレート、こんな感じで。おお、ボーナスカードとかある。たまにこうやって2個一気にね手に入ったりとかします。で、私はとうとうもうイベントコレクション3ページ目に来ました。これ同じやつとか出るんだけどね、これ6個揃ったら次、6個揃ったら次みたいな感じでね、どんどんやっていってる感じでございます。はい、時間になりました。続きをやっていきます。やっと本当の試合に向けて訓練できるのよね。極秘試合をするって計画を聞いた時、どう転んでもいい結果につながろうって思ってたのに、プレッシャーに押しつぶされないように頑張ろう。お、放棄サーフィンしてる後ろで誰だろう。クイディッチ杯を目指すわよ。準備はいいちょめ。実は練習を始める前にそのことで君と話がしたかったんだ。オリオンからアドバイスをもらってきたんだよ。いつもの分かりにくいアドバイス。そうだよ。3つの要素を育んでもっとバランスが取れた状態になってからクイディッチに挑むということを言ってくれたんだ。3つだけなの？それなら簡単にできそうね。その3つって何なの？心と体と情熱だ。それをどうすれば育めるのかを教えてくれたかのしら。まあ少しだけ僕たちには強いリーダーシップがあると思ってくれてるんだ。だから僕たち自身で考えればいいって。そう、確かに私たちはチームを結構いい感じで引っ張っていけてるわね。うん、僕も同感だよ。だけどオリオンだったら戦略を練るのがうまいから、すでにいい状況にあるチームをさらに上の最高の状態に持っていけるとも思う。そうね、代役として私たちも同じように最高の状態を目指さないといけないわ。この3つの要素、まずはどれから始めたらいいのかしら。僕は心に一番自信があるってオリオンには言ったけど、だからってチームも心の育みから始めなきゃいけないわけじゃない。君は何から始めるのがいいと思うすかい？体を育むことから始めるのがいいんじゃないかしら。チームの皆は体がなまってるからエクササイズするといいと思うの。それじゃあまずは体だな。でもまだそれを育むためのプランを立てられてないわ。ウォーミングアップとして練習前にレースするのはどうだ？レースしてるうちに他にもアイデアが浮かんでくるかもしれないし。そうね、上出来なアイデアだわちょめ。さあみんな、ほうきに乗って今からレースするわよ。いきなりだな。3時間星3個で合格、スカイとレースする。なんかこれ前にも見たぞ、みんなでやってなかった？クイディッチってすごく体に負担の大きいスポーツなの。ラスに聞いてみるといいわ。顔に風が当たって気持ちいい。頭もすっきりするな。ちょめ、ヘルメットかぶってないスカイも。もうすでにバランスが良くなった気がするわ。君は前より速くなったんじゃないかスカイ。ほうきのレースすると絶対に腕が疲れるんだよな。命がけだからね、ほんと。僕たちはこういうきつい訓練でもこなせるくらい。スピードが全てじゃない。途中ちょっと切れちゃいました。はい、ゲットします。気分はどうちょめ。あまり調子が良さそうに見えなかったけど。まあまあだよ、スカイ。レースっていつも思うけど疲れるよな。そうね、ほうきに乗ってレースするのって意外ときついのよね。だからもっとやれば体を休めるはずだ。育めるね。今のところは別の訓練方法にしない？うん、いいよ。とは言っても何をすればいいのかな。ラスに聞いてみない？体を追い込む激しい訓練は彼女の得意とするところよ。そうだな。だけど両チームともクイティチ杯に出場できるようになったから、今回はかなり説得しないと手を貸してくれないかもな。そうね、どうすれば説得できると思う？お世辞を紛れる、一緒に思い出にふける、頼み込む。これはまあ頼み込むしかないよね。とにかく頼み込むよ。お世辞言っても多分無理だと思うよ。頼んで頼んで頼み込めば罪悪感で断れなくなると思う。いいアイデアね。あなたのその様子を見れないのが残念。この方法ならきっとうまくいくよ。もう少し練習したらラスに新しい訓練方法を教えてもらってくる。なんか嫌な予感がする。あ、よかった、こっちで練習するとか言ってたからさ。キーパーの練習ですね。300ゴールド。いや、キーパー久しぶりだな。ちょっとカットしようと思ったんだけどね。この中から湧いてくるやつが出てくるんだけど、その途中のやつ、ミスになるからね。離れすぎたら。まあ、こんな感じでね。飛行技術に成功で、どんどんポイントを稼いで、勝つみたいな感じですね。じゃ、カット。ラスト会う。もう訓練を始めてるわよ。すぐに訓練場に来て。終わったらすぐラストを会えました。待ち時間とか特になかったです。本物のビーターの実力がどんなものか見たくて来たのちょめ。まあそんな風なところかな。君の手を借りたくて来たんだ。試合に戻れるようになったばっかりなのに、もう手助けが必要なの？
そのバランスを見つけるためにオリオンから心と体と情熱を育む道を行けってアドバイスをもらったんだ。オリオンらしいわね。それでまずは体の育みから始めようとしたの。その一環として新しい訓練をやりたいなって思ってるんだ。君の手を貸してくれラス、頼む。この通りだ。落ち着いてよチョメ、助けが必要なの分かったから。それじゃ訓練方法を教えてくれるのか。ええ、いいわよ。でも先に私に手を貸してくれるのが条件よ。何でもするよ。君が手伝ってくれるならどんなことだって。それじゃあこの訓練用のダミーをぶっ壊すわよ。ぶっ潰すね。うん、僕ならいつでもいいよ。できるのかな。8時間星5個で合格。訓練用のダミーに当てる。これに名前をつけるとしたら何かな。躊躇なく攻撃するの。どこからそんな力が出てくるんだ。ビーターとして訓練した日々の思い出すな。体全体で撃つなよ。これが終わったら僕は腕を上げられなくなるだろうな。もうボロボロだ。弱音を吐き続けたいならあなたもあのビッ、怖いね、なんか噛んじゃったけど。じゃあこれどんどんやって星5個集めておきますね。怒りをコントロールするが力をコントロールできる。なんかいいことも言ってるけどね。はい、コインをゲットします。なかなかやるわね、ゲームズ。ありがとうラス。君を見てるとダミーに当てるのなんて簡単に見えるけど結構難しいものだな。簡単よ。あなたのチームがちゃんとした訓練をしてれば造作もなくできることよ。おいおい、そこまで言うことなんかないじゃないか。だけど改善点が見えてるならぜひ聞かせてくれ。それじゃあ私の好きな訓練方法を一つ教えてあげるわ。レイヴンクローチームには難しすぎるかもしれないけどね。それはやってみるまでわからないよ。まあそうね。懸垂って訓練よ。ほうき懸垂？ほうきで懸垂するのか。浮遊してる状態で。そう、浮遊してる状態でよ。なるほど、すごいやラス。私にとっては普通に思いつく当たり前の訓練よ。その反面レイヴンクローチームはほうきの上でバランスを取るなんて時間を無駄にしすぎ。言い返しとこ。ほうきバランスは時間の無駄なんかじゃないよ。バランスはクイディッチに必要なものだし、僕たちのチームとして成功に不可欠なんだ。それにバランスの練習をしながらでも新しい訓練方法を試す時間は作れる。そう、確かにそうね、ゲームズ。手助けしてくれてありがとうラス。君の訓練方法を聞けてよかったよ。ほうき懸垂は体を育む第一歩にぴったりだ。それじゃあそれが終わったら他の訓練を考えてみましょう。うん、そうだな。よし、それじゃあまずは懸垂して強くなるぞ。いやー、なんかすごい、どんな感じであるんだろうね。ほうきの、なんていうんだ、コントロールも必要だしね。今からチームのみんなを集めてくるわ。ラスがなんて言ってたかは後で教えて。4時間待ちになりました。課題5分の4からやっていきます。もっとストレッチした方が良かったかな。ブラッチャーならいくらでも打ってきていいわよ。練習前のウォームアップをスキップしていきなり練習から始めるのはダメなの。ストレッチ大事だよね、ほんと。ラスと話してどうだった。体を育む方法を教えてくれた。うん、教えてくれたよ。僕の説得の仕方が良かったんだろうな。僕が頼み込んでるの姿を見て断るのは申し訳ないって思ったんだと思う。OK してくれた。しかも彼女の訓練にも付き合わせてくれたよ。そうなの？もしかしてブラッチャーで何度も撃たれた？いや、ラスにボコボコにされたのは訓練用のダミーだよ。その後彼女の大きな訓練方法を教えてもらった。どんな方法？ほうき懸垂だ。今まで僕たちがやったことない訓練方法だよ。それで体を鍛えられる。なるほどね、さすがはラスだわ。クイディッチの訓練に関してはやっぱり彼女はピカイチね。チームを集めて早速この練習を試してみよう。あ、ビーターみたいな感じだよな、本当。みんな話があるの聞いて。今日は新しい訓練方法をするぞ。何か特別なことでもあったの？バランスを取るために新しいことに挑戦するんだ。そのバランスをよりよく取れるようになるには心と体と情熱を育む必要がある。この新しい訓練は体を育むのよ。簡単じゃないけどやる価値があるわ。そう、それでどんな訓練なの？ほうき懸垂をするんだ。それは楽しそう。そろそろほうきバランスはほどほどに他の訓練をしたいって思ってたところなの。ほうきバランスはやる意味があるからやってるんだよ、ビーン。その重要性を忘れないでくれ。さあ、おしゃべりはそこまでよ。みんな、ほうきを手に取って。8時間、星5個で合格。ほうき懸垂。なんか、ほうき懸垂って言ってるけど、右上バランス取ってる子がいるんだけど。
今のは木くず？腕と背中を使って上がるの。もっと頑張らなきゃ。ほうきのコントロールも必要だから難しいよな。ぶら下がっている時もほうきのバランスが大事だ。上に立っている時だけじゃないんだよ。痛い。手を離さないようにしなきゃ。これで握力もつくな。つきすぎて大丈夫なのかね、シーカーとかは。この訓練もう嫌になったわ。バランスを取るのはシーカーとか大事だと思うけど。今のは木くず？じゃあこんな感じでどんどんやっておきます。なんか早かったね、ループスカイがマジで頑張ってる。はい、コインをゲットします。あとカエルチョコのボーナスが今回来ましたね。ほうき懸垂は難しいな。手の感覚がなくなってきた。それってちゃんとできてるってことかな。オリオンは体を育めって言った時こういうことを考えてたのかしら。ちょっと違う気がするんだけど、具体的なことは考えてないんじゃないのかな。体を育めって言った時オリオンは特に具体的な訓練方法を考えてたわけじゃないと思うよ。やり方はたくさんあるって言ってたし、ほうき懸垂だってその一つとして考えられると思う。なるほどね。私の体は育まれた感じがするわ。だからこれで良かったって言えるかもね。どちらにしてもバランスを見つけるための大きな一歩をみんなで踏み出したな。懸垂をやり遂げることで今まで以上にたくましい体でクイジッチに臨むことができる。だけどまだこれで終わりじゃない。心と情熱の育みに移る前にもっと訓練しないとダメだ。ということはまたラスのところに戻らなきゃいけないみたいだな。練習が終わったらまた行ってこなきゃ。あ、よかった、こっちで親善試合また受けないといけないと思った。はい、カットしてますが試合に勝利。ラスト、アンデルと一緒に訓練する。練習が終わりました。移動しましょう。これでラストかな？いや、アンドレ。いや、呪い破り。エリカから君のことを聞いたよ。クイディッチの訓練の一環として体を育んでるらしいな。良さそうだから僕も仲間に入れてもらうことにしたんだ。別にいいわよね、ゲームズ。もちろんだよ。僕は協力してもらってる身だしな。ありがとう、チョメ。ラスの厳しい訓練でもお互いに励まし合うことで乗り切れるかもしれない。はいはい、お友達が一緒にいてくれたから心強いわね。さっさと訓練を始めましょう。うん、体をもっと育めるように新しい訓練方法を教えてくれ。その前にほうき懸垂をやってもらうわ。ほうき懸垂？難しそうだな。強くなって弱点を克服するために必要な訓練よ。なんだかスパルタっぽいな。あなたもさっきほうき懸垂を始めたばっかりよね、ゲームズ。アンドレにどう思ったか話してあげて。難しいけどやる価値はある。思ったよりも難しくない。いや、価値はあると思うけどね。でスピードとか落ちるんじゃないかな。どうなんだろうね。難しい訓練だけど痛さに耐えてでもやる価値はあるよ。というかチームとやったばっかりだからまだ腕が痛いよ。痛みは消えるわよ、そのうちね。そうかな。そうだといいけど。今日教えてくれる訓練ってほうき懸垂と関係があるのか、ラス。懸垂を使って新しいクイリチの飛行技術を習うのよ。その名もぶら下がりほうきブロックよ。楽しそう。うん、どんな飛行技術なんだ。ほうきを手に取って懸垂しながら説明するわ。なんかシュートコースを防ぐみたいな感じなのかな。8時間星国で合格。ぶら下がりほうきブロックを学ぶ。なんかサッカーの前でもフリーキックで前に立ってるよね、壁として。そんな感じかな。ほうきの上に戻れない場合はどうしたらいいんだ。まあでも上がガラ空きだよな。コツをつかめるといいな。親指の位置はこれでいいかな。エリカがもう放置してるね。僕も飛んでる時は疲労がすごいよ。アンドル懸垂してる。強さから力が生まれるの。素早くほうきを上下に動かすの。ぶら下がりほうきブロックがどういう飛行技術なのか多分予想できたと思う。まあでも実際難しそうだよね、本当に。嫌になって飛び去るのだけはやめてくれよ。ほうきをしっかり握るのよ。あ、こんな感じでね、星5個集めておきますね。はい、コインをゲットします。仲良く3人で飛んでおりますね。さてゲームズ、このほうきに乗った状態から私があなたを落としにかかるわ。落としにかかるって？そうよ、アンドレが点数を入れようとしてる間にほうきに捕まってブロックするのよ。ちょっと見てみましょう。落ちそうな感じになってる。アンドレが来た。さあどうする。キック。こんな感じか。他のゴールポストを投げればいいと思うけどね。よくできたわ、ゲームズ。しっかり捕まってられたわね。まあ、キーパーの訓練に戻ったね、今の。うん、僕も飛びながら見てたけど、すごいと思ったよ。よかった、これは次の試合で役に立ちそうだな。
ちょっと痛かったけど、こんないい技を教えてくれてありがとう、ラス。この訓練をすれば、もっと激しい試合でも乗り切れるようになるはずよ。そうだな。だけど、まずはチームの皆がどうしてるのか見に行かないと。懸垂の訓練の時、すごく辛そうにしてたんだ。あの後で、ちゃんとバランスを保っててるか、まずは様子を見る必要がある。それじゃあ、ちょっと休憩させてあげればいいわ。訓練で一番難しいのは、体を休めるべき時を知ること。そうだな、ラス。君の言う通りだ。オリオンも体と心を、情熱を育むことでバランスを見つけられるって言ってた。ヘトヘトになるまで訓練させても意味がない。体の訓練は十分できるようになったから。次は心の育みだ。どんどんこうやって続いていく感じですね。この感じは多分受けないといけないね、クイディッチ。クイディッチの親善試合3回完了させよう。これ3回終わったら多分終了みたいな感じですね。 Helping others is its own reward.